はい、じゃあ最終日出発します。はい、行けるとこまでは、ルート66一般道で行きます。お、昨日見えたウェルカムトゥキングマンの塔がまた出てきました。今朝の7時16分なので、まだちょっと日陰になってたり、あんま人もいないかもしれないですね。お、朝の砂漠風景いいですね。まだ日が完全に上がりきってない。なかなかかっこいいですね。ヒストリカルルート66看板出てきました。よし、オートマン行きます。あと私の好きなザ田舎道、今回のツーリングの中でもかなり1、2を競うほどの田舎道じゃないかな、これは。あ、なんかとんがり帽子がいる。とんがり帽子景色、お、降りる景色だ。これはなんかルート66っぽいな、絵的に。どっかその辺で写真が撮れればいいな。よいしょ、曲がって曲がって、なんかボケっとしてる間にオートマン街の中に入ってきました。おお、すごいね。あ、この辺なんだ、よく写真で見る。あの商店街っていうかお土産屋エリア、まだ朝早くてやってないと思うんだけど、ポストオフィス、サルーン。なんか昼間来ると日曜日かな、西部劇のショーかなんかやってるはずなんだよね。すごいすごいすごい。あー、かっこいいね。やっぱ今8時前だからね。8時前人いないね、やっぱさすがに。なるほど、かっこいいね。かっこいいですね。お、ロバみたいなのがいた。なるほど、かっこいいかっこいい。まあでもお土産屋メインでね、お土産屋さんでね、お金落としてくれないとね、商売成り立たないんだろうけどね。あ、という感じでした。はい、1回ルート66サインを発見しましたので、わざわざ止まって撮影しています。ニューズベリースプリングスという道らしい。お、ウエスト66ってなってますね。ウエスト66。思わずルート66マークの前で止まってしまいました。こっちの方がひび割れがなくて綺麗だったんで。さっきのメキシコ人がいたところは Google マップに載ってるから、ルート66サインで探すとあそこにだいたいたどり着くんですよね。でもこの辺は結構、何回か見かけたので、他のところもうセリクマとか内陸に入っちゃうとルート66なのに全然、あの縦看板はあるんだけど道路にプリントっていうのはなかなかないので。ああ、よかった。お、貨物来ました。かっこいい、正面から。おお、かっこいい。貨物列車がこんな近い。おお、かっこいい。
この間行ったマックの横の、パンダですね、パンダでちょっと食べたところ、ジャック・イン・ザ・ボックスだ。なんか広そうな店がいい。ジャック行ってみようか、ちょっと一回ジャックが広ければそこに決めます。よし、なんか狭いな、かなり狭いんだけど、ちっこいな、ちっこくまとまっちゃってるね、ちっこくまとまっちゃってるけど、いいか。はい、ランチ食べて今12時12分、あとはもう直帰、直行で、バイク屋帰ります。多分1時間半って出てるね。もう2時着だったらね、嬉しいね。渋滞とかなければ問題ないけど、まあ、問題ないことを願って。はい、サンバーナーディの方面行きます。よいしょ、発見シェル、シェル石油で最後の給油行きます。ちょっと涼しいところでやろう。3番、はい、最後の最後にバッテリー、カメラのバッテリー切れたんで取り替えて今からディーラーに向かいます。はい、ここに見えましたホンダハスクバーナおよびインディアンモーターサイクルディーラーです。インディアマークちゃんと出てます。ここで曲がってそこに入れちゃうか、入れちゃいます。 OK、 到着、到着です。お疲れ様でした。パシッ。